約1億2000万人の土木ユーザーの皆さん、こんにちは。こんにちは。土木偏愛チャンネル、土木の味方、お久しぶりの出張ロケにやってきました。で、今回はちょっと見てもらっていいですか。どこでしょうね、これね。このちょっとなんかアートが香る感じしてますけど、はい、なんか美術館とか博物館のような雰囲気あるんですよね、うん、ですが、実はここ、こちらご覧ください。なんとパーキングエリアなんです。パーキングエリアすごいよね、これね。実はですね、はい、今回は愛知県の知多半島にお邪魔してまして、知多半島道路っていう有料道路があります。でそこの取材なんですけど、これ珍しいんです。民間の会社が運営している有料道路なんです。なんか道路とかの交通インフラって行政のイメージがすごく強いので、民間っていうのがちょっと意外な感じしますよね。でしょ、はい、で、きっと何か秘密があるということで、うん、今日はその秘密をですね、追いに2人で頑張っていきたいと思います。はい、レッツゴー。土木の味方。はい、それではゆりちゃん、はい、オーブパーキングエリアの、うん、先ほどはあの下りでしたけど、ここ上りに移動してきました。中いろいろね、ご案内いただくように今日お願いします。日比さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃおしゃれですよね。はい、ありがとうございます。こちらの建物はあの有名なあの建築家の隈研吾氏に監修いただいた建物になります。そうですか。はい、通りで。そうですね、あの国立競技場とか、はい、あの私たちの福岡だったらあのスタバ、太宰府のスタバで有名な、ね、そうですよね、はいはいはい、でなんかね、中に入ってるショップとか、はい、飲食とかもすっごい人気らしいので、はい、ちょっと今日ぜひ案内してください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではこちらご案内させていただきます。はい、はい、こちらがですね、お土産ショップなんですけれども、はい、あの三重県のアクアイグニスっていうあの企業さんとコラボしたあのお土産ショップになります。あのあれですよね、有名なシェフとか、はい、そうです、辻口シェフとかに ご監修いただいたあのお菓子とかあ、そういうのもあるんですか。あります、あの良ければ、はい、ですね、こちらのシールが貼ってある商品なんかは、うん、あの地元の個店さんとあとあの辻口シェフがコラボした商品が置いてあります。はい、もちろんシェフコラボ以外にもですね、地元 の, あの特産品ですとか、まあ、知多半島エビせんべいなんかも有名なんですけれども。出たエビせんべい。ちょっとエビせんべいコーナー行っていいですか。はい、こちらに、はい。あ、こんな種類あるんですね。こんなにいっぱいあるんですか、種類。そうですね。はい、この店内の作りも相まってか、すごいなんか置いてある商品がなんか工芸品みたいな。そうそう、ちょっと高級感ある感じに見えてるのもいいですよね。一つずつね、際立って見えますよね。で、地元のものもちゃんとあってね。はい、こちらのレストランがアクアイグニス様に、運営いただいている地元の食材を使ったレストランになります。知多食堂ですよ。はい、地元の食材。そうですね、基本的にお米は地元産のあぐい米っていうものがあるんですけれども、そちらを使っています。あとはあの名古屋飯の味噌カツ丼とかですね、エビフリャーですね、はい、そうですね、はい、なるほど。向こうにもう、はい、一つなんかお店っていうか。そうです、こちらがオブパッキングの目玉の辻口シェフの運営されているマリアージュというパン屋さんになります。これはちょっと期待できますよ。パン屋さんいいですね。辻口シェフのお出迎えですね。いいですね。一番人気なのがこの知多牛入りカレーパンというですね。やば、知多牛です。ご馳走しますよ。ありがとうございます。ご馳走します。やった。地元のブランド牛を使ってまして、とっても美味しいパンになります。知多牛入りカレーパン、はい、カレーパンです。じゃあいただきます。どうぞお召し上がりください。これうまいな。これまず一口かじった時の、はい、この生地の甘みがすごくないですか。それ、ね、もうすっごくそれが美味しくて、で中から出てくるこのカレーのピリ辛さとすごいよく合って、うん、めちゃくちゃ美味しいです。なんか絶妙なんですよ、辛さが、うん、なんか辛すぎずでもなんか物足りなくもなく、うん、はい、いやこれうまいなマジで。いただきます。美味しい。すごいなんかすっきりした味わいですね。はい、すっきり甘いんですけど濃厚で、あのすごい人気の商品です。これが常滑牛乳ソフトです。いただきます。
めちゃくちゃ美味しい。なんか練乳みたいな濃厚なお酢がありますね。口当たり滑らかで、後味はでもやっぱりこっちもすっきりしててすっごい美味しいです。土木の味方。はい、それではですね、パーキングをご利用されているお客さんにちょっとお話聞けそうなので、聞きたいと思います。今日なんかお買い物ってのはお土産かなんか買われてるんですか？はい、そうなんですよ。ちょっと辻口シェフとコラボのお菓子がたくさん売ってるので、これとか東浦のなんかお店とコラボしてて。あ、そうですか。ここでしか買えない。ここでしか買えないって言ってた。ちょっと僕も買って帰ろうかな。スープとして美味しいです。そうですか、ありがとう、はい、すいません、ありがとうございます、はい、お買い物途中に すいません、失礼しました、はいはい、ありがとうございます。土木の味方。はい、ということでゆりちゃん現場に出てまいりました。はい、もういかにも今道路作ってますみたいなところにやってきましたね。はい、そういうことですね。で、またご案内いただくのは日比さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。日比さん、こちらは道路は作ってるなと思うんですけど、はい、何の工事なんでしょう？はい、こちらは新しいインターチェンジを作っている工事で、仮称竹豊北インターチェンジの工事になります。竹豊北インターチェンジ、はい、これできたら、はい、地域の方々結構便利よくなるでしょう？あ、そうですね、利便性は上がると思いますし、待ちわびているっていう声はたくさんいただいております。なんか民間委託って聞くと維持とか管理とか、 なんかメンテナンスみたいなのがなんかメインなのかなと思ってたんですけど、こんなね割と大きな新設工事もあるんですね。本当ですね。ぜひ完成目指して、はい、安全第一でよろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちいただければと思います。土木の味方。横バンパン車通ってますけど、ちょっとこれ過去一危険なんじゃないですか？すごいドキドキするんですけど私サクッと終わらせましょう。はい、はい、でちょっとご案内いただくのが、はい、愛知道路コンセッションの小池さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小池さん、今ここの現場は何の点検というか作業をされてるんですか？そうですね、こちらが、車高トンネルって言って、車高トンネル、はい、光を遮るって書いて車高トンネルなんですけど、はいはいはい、道路の外側の方にウが生息しているところがありまして、ウ、はい、ウってのはウカイのウ。そうですね、はい、そちらに光が漏れると、そちらの生息に関わるっていうところの環境的なところで建てられています。土木優しい。本当ですね。なんか人間のためにあるものっていうイメージがやっぱりありますけど、そう、人間だけじゃなくて動物のため、自然環境のためにも一役買ってるということなんですね。いやで、それの、補修をするための今調査をしてる。そうですね、点検で、少し悪いところがあることが分かりまして、はい、それをどういうふうに補修するかっていうところの段階を調査してるっていうところですね。本当にね、なんかやっぱ皆さんのこうやって道路を維持管理していくっていう、でこれがやっぱり快適なこの交通インフラを守ってるなっていうのはね、ひしひし感じますよね。そうですね、もうつくづく感謝ですよね。はい、今日すいません、お邪魔してありがとうございました。ありがとうございました。土木の味方。今日は一日ね、パーキングエリア、それから現場も見させてもらって、はい、で最後にですね、はい、いや民間の会社が有料道路を運営するっていうことで、その仕組みも知りたいなということで、今日は河合さんにいろいろお話聞こうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。河合さんの有料道路をですね、はい、民間の会社が運営するってあんま聞いたことないんですけど、はい、どっか他にもあります？ですね、日本だとここ愛知のこの有料道路だけになっています。あ、そうですか。はい、唯一です。この事業はかなり先駆けでして、もう運営して7年ぐらいになります。あ、そんなになるんですか。はい、かなり初期の頃の、まあ、我々でいうとこのコンセッション事業って呼んでるんですけど。コンセッション事業、行政と民間が、まあ、一緒に、こう事業をやりましょうという中で、はいはい、こう民間がですね、こうお金、ここでいうとこう有料道路のこう通行料も民間企業が取るような事業を、まあ、簡単に言うと、まあ、コンセッション。なかなかあれですよね、こう行政だけで完結するよりは、やっぱり民間のいろんなこうノウハウを入れて、ノウハウとかアイデア入れて、あるいはこう技術もそうですよね。特に道路なんていうのはやっぱ安全第一というか、ね、きちっとこう保守管理もしないといけないでしょうから。
でもなんかその行政が関係してるものってなんか私のイメージだとちょっとなんかこう細かい規定があったりとか、なんか制約っていうのも多くてなんか大変な部分あるんじゃないかなと思うんですけど、すごい使用書とか細かいからね、はい、そうですそんなイメージあるんですけど、そのあたりってどうなんですか？はい、まあ、この事業に関してはですね、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと、まあ、性能規定という契約になってまして、性能規定、こうね、今おっしゃっていただいたように、これ使用を細かく、はい、もう民間にやれっていうんではなくて、まあ、例えば舗装をこの基準、安全率、ひび割れとかで管理してくださいねって、それ守ってる以上こう工事のやり方とかは民間に委ねますよっていう、はい、割と我々にこう裁量を多くいただいてる事業の契約になってますので、我々としてもこう力の発揮しがいがあるというかですね。どうですか、なんかね、民間企業がうまく入ってきて、うん、行政と一緒に、ね、なってこんな立派なパーキングエリアもできて快適になるのって、ね、もっと広がればいいと思いますよね。本当にそう思いますね。でしかもそのちょっと私たちが考えていた、うん、そのなんかね、キツキツのこう決まりの中でっていうのじゃなくて、ある程度その民間側にその自由度が高い状態でいろいろ進められるんだったら、本当にそれこそなんか官民が一体になるメリットっていうのがすごい生まれてきそうですよね。道路に限らずね、いろんなそのインフラっていうのがやっぱりこう寿命といいますか、メンテをね、はい、こうしていかないといけなくて、その自治体の職員さんの手もかかるわけじゃないですか。そうですね。それの軽減っていう意味でも、官民一緒になってやるっていうのは非常になんかいいなと思うんですけどね。はい、まあ水道だったり下水だったりも含めて、まあ、やはり自治体側にも技術職員が減っているところがありますので、まあ、そういうところでやっぱりなければこう民間と一緒にやるみたいなところで、はいはい、我々もこうインフラのこう整備にこう協力できたらなと。なるほど、なんかぜひね、このコンセッション方式でしたっけ、はい、ちょっと難しいです、はい、がこう全国でいろんなこうインフラに広まって、例えば我々のほら生活を維持というかね、基盤を支えてくれてる世界ですから、うん、 そうですね、そこがこう長く続くためにも、こういういい取り組みがどんどん広がるといいなと思いますね、はい、今日すいません、長い間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。土木の味方、はい、ゆりちゃん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。知多半島道路をね、はい、いろいろ秘密を探ってまいりましたけども、今日はお二人にご案内していただいてありがとうございました。ありがとうございました。日比さん、なんかせっかくですね、はい、視聴者に向けて一言お願いします。はい、ありがとうございます。弊社のパーキング3つ運営しているんですけれども、一般道からもご利用できるパーキングもございますので、ぜひたくさんの方にご利用いただければなと思っております。そうですね、はい、地元の方、はい、それから東海圏のね、そうですね、近隣の方にもぜひ遊びに来てほしいなと思いますけど、はい、お待ちしております。加谷さんも、はい、コンセッション事業がですね、広がっていくように、ますます頑張っていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。もう私もこんな素敵なパーキングが九州にもできたらいいなってすごく感じたので、ね、なんかやっぱりパーキングエリアって子どもの頃からお出かけするとき立ち寄るの結構楽しみだったんですよ、私とか。だけどこんなに素敵で居心地のいいパーキングエリアだったら、さらに積極的に立ち寄りたいなというふうな気持ちになりますので、これが本当全国に広がってほしいなと心から思いました。そうですね、全国で民間のね力を活用するというのはもっともっと広まっていくといいなと思います。ということで、皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思った方は高評価、合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。またですね、土木の味方にロケに来てほしいという方がいらっしゃいましたら、取材依頼もお待ちしております。それではまた次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、ご安全に。